マイク・アイジンガーマイク・アイジンガーはアメリカ合衆国のミュージシャン、研究家である、ロックバンド、インキバスのギターリストである。グラミー賞でも複数ノミネートされたミュージシャン、ソングライター、レコードプロデューサー、発明家、テクノロジー起業家、インキバスの共同創設者及びギタリストとして最もよく知られており、ファレル・ウィリアムス、ハンス・ジマー、スクリレックス、 タイラー・ザ・クリエイター、アビーチー、ダミアン・マーリー、ジェイソン・シュワルツマン、スティーブ・マーティンなどと共同。またインキュバスは世界中で2300万枚以上のアルバムを販売しており、2013年にアイン・ジジャーはアビーチーやアロー・ブラックと共同で世界的に指キタスな曲、ウェイク・メ・アップを共同執筆。また起業家としては、 ワイヤレステクノロジープラットフォームであるミックスヘイロの共同創設者兼共同会長であり、バイオテクノロジーの振興企業、バーサカラーテクノロジーズの共同創設者兼 CEO でもある。アインジガーはハーバード大学教育を受けた卒業生でもある。アインジガーはカリフォルニア州ロサンゼルスで生まれました。彼はユダヤ系アメリカ人である。1991年に カラバサス高校のクラスメイトであるブランドン・ボイド、ホセ・パシラス2、アレックス・カトゥニッチと共同でインキュバスを結成。アインジガーは2007年3月に主根肝症候群の手術後、オーケストラ作品、エインド・バキュームの制作を開始した。作品は9つの音楽ムーブメントで構成され、有名なロサンゼルス指揮者とアインジガーの長年の協力者である片山スージーが率いる。 室内オーケストラによって演奏された。本人によれば、エインド、バキュームは、人間の理解の外縁に対する彼の認識である、合理的な科学的知識が止まり、純粋な推測が続く、有限の場所、私たちが知っていることと、私たちが知らないことの間の出来事の地平線に、言及しています。知っておくと、夜に目が覚めたままになるだけでなく、毎日ベッドから起き上がります。 という意味。エンド・バキュームはアイジンガーの最初のオリジナルのオーケストラ作品である。2008年8月23日に UCLA の有名なロイスホールでデビュー。アインジガーはハーバード大学の物理学者、歴史家であるピーター・ガリソン博士と物理学の歴史と哲学を研究した。彼は物理科学に深い関心を持っており、2008年には 進化生物学の人物とブラウン大学教授のケネス・ミラー博士による人類進化のトピックに関する記事に寄稿した。2008年6月17日にアイジンガーは個人のツアー取った大型ハドロン衝突型加速器をでセルンにジュネーブ、スイスイギリスの物理学者で博士ブライアン・コックスの訪問中アインジガーは コックス博士にその秋の終わりに、エインド・バキュームのコンサートで講演者として登場するように招待した。マイクはと彼の初期のギターの影響を受けたアーティストは、ジミー・ページ、ジミー・ヘンドリックス、ジョン・フルシアンテ、スティーブ・バイ、ポール・フリードとフランク・ザッパ彼は、病気の声で、秋っぽいと主張している。マイクはまた、ブラック・サバスとメタリカの音楽に大きな影響を受けた。 マイクは彼が最も誇りに思っている音楽のいくつかは彼がアビーチーと一緒に取り組んだ音楽だったと語った。2008年からマイクはハーバード大学で音楽理論を学ぶ特別な学生として登録された。2017年8月、マイクは最初の子供である双子の女の子のペネロペとテルラを妻のアンマリーカルホーンと迎えた。ありがとうございます。